マルハナバチ、マルハナバチ、マルハナバチとは、ミツバチか、ミツバチアか、独立のマルハナバチアかとすることもあるの昆虫で、世界で約250種が知られている。最近の分類体系では、マルハナバチ属、ボンブス一属のみを含むとされる。英語ではバンブルビース、またはハンブルビース、アジア中央部の草原地帯に、分布の中心を、持ちヨーロッパ、東アジア、 東南アジア、南北アメリカ大陸にも分布する。丸花鉢の姿は蜜チに似て、丸みを帯びており毛深いが、蜜チより少し大きい。北方系の昆虫であり、高緯度地方に数多くの種が分布している。日本でも珍しくはないが、ヨーロッパではより身近である。また、牧草の主力の一つである、赤爪草などの花粉媒介を行うものとして、日本より、 はるかに重視され、親近感が強い。体色は黒で、白や黄色の筋状の模様があるものが多い。体毛が長いため花粉を集めるときに効率が良くなっており、温帯地方の中媒花の倉庫な者として非常に重要な存在である。バチと同じように、女王蜂の実が産卵を行う、社会生活を行い、交尾を済ませた女王蜂の実が越冬し、 翌春単独でコロニーを創始する。ただし、巨大なコロニーは作らず、家族生活に近い。温帯に生息する種の多くは、女王蜂が春先に単独でネズミの古巣などの空間を利用して巣作りを始める。次第に働き蜂が増えると、女王蜂は産卵に専念し、夏から秋にかけて、次世代の女王蜂とオス蜂を生む。オス蜂と交尾した心情は、 土の中などに潜り込んで越冬する。熱帯に生息する種の中には、蜜蜂と同じように巣分かれ、分法で増えるものもある。これらの社会性の種の他に、他の丸花鉢の巣の中に潜り込んで餌を搾取する、労働生成の種があり、宿り丸花鉢野族としてまとめられている。日本には十五種の丸花鉢が生息している。北海道と本州で、種の構成が異なり、 また一部の種であしへの文化が見られる。本州では中部山岳地帯で多くの種が見られる。丸花鉢は多くの植物にとって重要な倉庫な者である。種によって急密に用いる後期、中舌の長さが異なり、中舌の長い長丸花鉢、虎丸花鉢などは蜜源の深い花を、中舌の短い黒丸花鉢、大丸花鉢などは 蜜源の浅い花を訪れる傾向がある。本赤の各種は穏やかな性質であり、積極的に人を刺すことはない。刺激をすると刺すことがあるが、毒性は弱い。それでも刺されるとかなり痛むという。最近では、トマトやナスの栽培の受粉でも丸花鉢が利用されている。利用されているのは、西洋を丸花鉢が中心である。 ホルモン処理よりも省力化が進み種子が多くできるから、トマトでは空洞化ができにくくなり、果肉の食味は甘くなり、ゼリーブは酸っぱくなるという。ただし、丸花鉢を利用すると、これに害をなす農薬を使えないから天敵利用に進むことになる。しかし一方で、西洋丸花鉢は、世界各地で野生化し、強い競争力による在来花鉢の減少や、 近煙の在来種との交雑、あるいは在来植物の欠実率低下など、様々な生態系の拡乱を引き起こすとして問題にされている。ハウスの外に出さないようにし、また在来種の販売利用も始まっているが、在来種利用にも地域移動により生態系が拡乱されるという問題があるとする向きもある。リムスキー・コルサコフ、NA ・リムスキー・コルサコフの楽曲。 ザ・フライト・オブ・バンブル・ビーは、放題、クマバチの飛行として知られるが、バンブル・ビーとは、クマバチではなく丸花バチの英名あり、訳としては、丸花バチの飛行が正しい。また、ディズニーの、クマノプーさんの挿絵に、蜂蜜壺と共に描かれる、可愛い蜂は、色パターンから蜜蜂ではなく丸花バチなのではとの、指摘があり、西洋文化の中で丸花バチが親しまれていることが、伺える。 トランスフォーマーシリーズにバンブルビー、バンブルビーというキャラクターが登場する。アニメ、戦え。超ロボット生命体トランスフォーマーでは、バンブルビー、日本名、バンブルとして、アニメ、トランスフォーマーアニメテッドでは、バンブルビー、日本名、バンブルビーとして、いずれも小型のトランスフォーマーで俊敏性が特徴であったが、実写映画、トランスフォーマーでのバンブルビー、日本名、 バンブルビーは大型サイズに変更され、丸花鉢というにはイメージが違ってしまったが、オートボット、全の超ロボット軍団。日本名、サイバトロンに所属し、人間の青年や子供の友達になり、黄色いカラーリングなど、共通する部分も多く、こちらも西洋文化の中で丸花鉢が親しまれているためのネーミングと思われる。ハリーポッターシリーズに登場する。 ホグワーツ魔法学校校長のアルバス・ダンブルドアのダンブルドア、ダンブルドアは古いデボンの言葉で丸花鉢を意味する。作者の JK ローリングは音楽好きで鼻歌を歌いながら歩き回っているイメージでダンブルドアと名付けたという。スポーツメーカー、ヒュンメルはドイツ語名のデンマーク語読みを社名としている。第二次世界大戦期のドイツの自走法フンメルは これのドイツ語名である。かつて羽の揚力では体重を支えられないと計算されたため、丸花鉢の飛行は航空力学上を不可能とされた。しかし現在は、レーノルズ数や動的失速、ダイナミックストールを考慮に加えた系によって解明されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。